オポッサムの毛皮毛皮とは、体毛がついたままの獣皮のこと。動物の毛皮を用いない、フェイクファーなどの呼び方との対比で、本物の動物の毛皮のものを、リアルファーとも言う。現代では、基本的には、毛皮は、皮の部分を舐めして使う。古来、防寒具や、ファッションなどに利用されてきた。一般に人間が衣類などに利用する上では、 断熱性を求める場合には加工しやすい体毛を持つ哺乳類が用いられる。なお哺乳類でも水辺などに生息する動物や細かく柔らかい毛並みを持つ動物の方が好まれる傾向もあり、過去にはそれら毛皮目当ての乱獲などにより絶滅に瀕した動物もいる。現代の毛皮の85%以上は野生由来ではなく、 毛皮用の動物養殖農場から生産されている。毛皮使用への反対運動が展開された数のファッションブランドが参加している。35万年前のトータベル人を再現した人形。人類は旧石器時代から狩猟を行い動物を食用にし、毛皮を衣類として使用していたと考えられている。かつては防寒具として、 毛皮に変わるものはなかったと考えられており、特に寒冷な気候の北ヨーロッパなどでは毛皮は生活に欠かせない必需品であった。カエサルのガリア戦記にはゲルマン人が毛皮を着用していたことを示す記述がある。毛皮をまとっているエスキモを寒いコクピットに座るパイロットが着用した毛皮のコート封建時代のヨーロッパでは高級な毛皮は宝石などと同様。 財宝として取り扱われた。イギリスのヘンリー・パスセイは、王族、貴族以外の者が黒い毛皮を着用することを禁じ、とりわけ黒天の毛皮は、四尺以上のものしか着用できないとした。18世紀以降には、ヨーロッパ全土に広まり、貴族は狐、天、イタチなど、庶民は羊、犬、猫などの毛皮を使用していた。黒天やビーバー、狐といった毛皮は、 ロシアの主要な輸出品として大きな商業上の利益をもたらした。16世紀以降、ロシア帝国は毛皮を求めて東方に領土を広げ、シベリア開発を行った。ロシア政府はシベリアの少数民族に対し毛皮の形で税を徴収した。この税は野策と呼ばれる。18世紀にはラッコの毛皮が流行し最高級品として 高値で取引された。ロシア人はこれを求めて極東のカムチャツカ半島、さらにはベーリング海峡を越えて北アメリカ大陸のアラスカまで進出し、毛皮業者に巨万の富をもたらした。乱獲により20世紀初頭にはラッコは絶滅寸前まで減少した。シベリアやアラスカのエスキモーなど寒冷地方に生活する人々は防寒用として トナカイやアザラシの毛皮を愛用している。帽子、上着、ズボン、長靴、手袋など、ほぼ全身を毛皮で織っている。ロアールアムンセンも南極探検の際にはイヌイットから伝授された毛皮の防寒着を使用した。20世紀の半ば以降、狩猟による毛皮の採取は減少し、大半は飼育場で飼われたものの毛皮を加工し、生産するようになった。天然の毛皮は、 世界各地で産出するものの、重要な供給地は寒冷地である。旧石器時代の例としては、北海道柏第一遺跡から2万年前の着色された毛皮と見られる痕跡が確認されており、着色料としては、黒色顔料である二酸化マンガンと赤色顔料である赤鉄鋼などが使用されたとみられ、採掘された鉱石も近くの遺跡から見つかっている。日本において、 他国から毛皮の輸入を伺わせる逸話を記した記事は、日本初期斎明5年上に、高栗詩人がヒグマの毛皮を売ろうとした話が見られる。この時期では、列島の北方公易からもヒグマの毛皮が流れていた内容となっている。佐賀天皇の時代以来、牧海国から天や虎などの毛皮が高級薄来品として輸入された。平安時代には、貴族の間で、 毛皮が流行し、富裕な人々が防寒着として着用した。延長5年の演技式の壇上大式には、公式な場での異界別の毛皮着用基準が定められており、天皮が3儀以上しか着用を認められない最高級のランクとされていた。例えば、平家10代の鎧である唐川は、虎の毛皮が用いられている。室町幕府第6代将軍。 足利義則が再開した、観光貿易によって、中国側の開始品目として、ジャビ50丁、猿川1万丁、熊川30丁が挙げられ、送られた。庶民においては、古くより例えばマタギなど漁師は自ら仕留めた獣の、毛皮を加工し、防寒着などとして用いていた。また、豪奢な装飾用の敷物や、工芸品の素材として利用されていたようである。ただし、 一般では医療素材としてはあまり積極的に使われておらず、細々とした流通にとどまっていた。日本の最初の一般向けに毛皮を販売する専門店は1868年に栃木県日光市八市町で創業した山岡毛皮,皮店だとされている。第二次世界大戦時では軍需品としてのムササビの毛皮が高騰した。 戦時下では大日本領友会が毛側を収入源としていた。1959年1月14日に皇太子秋人親王正田道子婚約の折、正田側が実家を出る折に身につけていたミンクのストールが当時のテレビで大々的に放映され、世の女性たちはミッチーブームで熱狂、ミンクのストールも注目された。折しも日本は岩戸景気で、 大衆も豊かさを実感し享受する時代に突入していたので、毛皮はそれまで一部の権力者や有力者だけの贅沢品だった状態から、一気に一般労働者層でも頑張れば手が届く、高価で贅沢だが、一般的な装飾的意味合いの強い良品にまでなった。現代では動物愛護や動物の権利の意識の高まりから毛皮の利用に対して、 国際的な反対運動が展開されており、特に寒冷地等で必需品として利用するのではなく、贅沢品として利用することには強い嫌悪感を持つ人も多いと言われる。なお、愛玩動物としての地位もある犬や猫の毛皮に関しては、こういった嫌悪感が形成されやすい傾向も見られ、ヨーロッパでは2006年9月に流通していた毛皮製品のうちに、 犬や猫のそれを使ったものが確認されたため、社会問題となり、2006年11月20日に、欧州連合の加盟諸国間では貿易禁止となった。赤狐の毛皮哺乳類は体表に体毛が生えている。密接した体毛はその中に、空気の層を保ち断熱性に優れており、これによって哺乳類は、熱が逃げ体温が下がることを防いでいる。野生動物は、 雨などにさらされるが、たとえ毛皮の外面、表面が濡れるような状況になっても毛の根元は、油分により水を弾くことで、水の気化により熱を奪われることを防ぐ。陶器には、さらに細かな毛を増やして、断熱性を高める動物もいる。毛を残したままの比較は、比較に蒸気のような防寒の効果、紅葉が加わったものになり、つまり、防寒具となるのである。鳥類の羽毛も、 空気を含み優れた保温、断熱の役割を果たしているが、ただ羽毛は、毛皮のようには剥がして、シート状のまま扱うことは難しい。毛皮獣として、キツネ、テイタチ、チンチラなど寒冷地に生息する種や、ラッコ、カワウソ、ビーバー、アザラシなど半水性ないし水性の種が主に用いられる。これらはいずれも断熱性に優れた毛皮を持つ。保温性、 吸湿性、通気性に優れるものの、他の天然繊維に比べると熱、光、カビ、害虫などに弱い。現在では、防寒と装飾を兼ねた衣服、あるいはショールなどに用いられることが多い。防寒用としては、衣服や履物の内側に使われることが多い。また装飾用としては、衣服の袖口、裾などに用いられている。動物を蓄察して生いだ生皮から、肉貝や、 脂肪界を取り除く。さらに、中性洗剤や工業用のガソリンといった有機溶剤で脱脂を行う。脱脂後、舐めし剤に漬け込んで防腐処理を行う。舐めし剤として、明板と食塩の混合溶液や塩基性クロム塩と食塩の混合溶液などが用いられる。明板による舐めしは古くから行われてきたものであるが、水分に弱いため、 染色には向かない。黒虫用によるなめしは耐水性、耐熱性に優れるが、毛皮が炭性緑色に着色してしまうという難点がある。比較のなめしのことを英語でタンニングと呼ぶが、毛皮の場合ドレッシングと呼ばれる。必要に応じて染色を行う。菓子によって皮繊維に油脂を浸透させ、水分を加える、揉みと伸ばし、乾燥を繰り返すことで、 柔軟性を良くする。さらに、専門機によって、毛並みを整えて、製品とする。毛皮用養殖場のケージの中の狐世界の毛皮の85%以上が、野生由来ではなく、毛皮用の動物養殖農場から生産されており、その毛皮用動物養殖場における動物の扱いが、問題視されるようになっている。 2004年から2005年にスイスアニマルプロテクションなど NGO の調査で中華人民共和国河北省の毛皮生産現場の劣悪な動物飼育施設や狸が意識のある状態で毛皮を剥がされているなどの実態が明らかになって以降中国だけではなくフィンランドやノルウェーなどでも毛皮用動物養殖農場の劣悪な飼育環境について告発が続いている 動物には、情動行動や幼児殺害、自傷行為などの異常行動が見られる。近親交配の結果、射経や難聴、免疫不全の個体が生まれた。一着のフォックスコートには、約10匹、ミンクコートや、ラクーンコート、ラビットコートには、約30匹の動物が使われる。毛皮は動物を苦しめ、環境にも猛烈な影響を与える。 法学者で動物の権利を主張するフランシオンは、一般に不必要な動物への危害は避けるべきだとされているが、毛皮も不必要な危害の禁止に反し、やめるべきだと指摘する。動物の犠牲に対する批判や毛皮反対運動もなされている。こうした批判を受けたファッションブランドやアパレル各社の毛皮離れに加えて、 新型コロナウイルス感染症への防疫措置としてミンクの殺処分がデンマークで2020年11月に政府から命じられ飼育業者の共同組合が数年後に廃業することを決める例も出てきているリアルファーに対して毛皮に似せた人工毛皮をフェイクファーと呼ぶが最近技術が向上しエコファーとも呼ばれ始めた日本では 和歌山県高野口の織物産業が注目されている。ただし、フェイクファーは化学繊維であることから、エコファーと呼ぶことに対する異論もある。一方で最高級エコロジーファーの世界的メーカーとして知られるエコペルが米国デュポンと共同開発し成功したエコロジーファーのコバは、素材の37%が植物成分由来であり、 原材料には再生ポリエステルが含まれているため、長い寿命を終えた後も廃棄することなく、リサイクル可能、従来の合成繊維に比べエネルギー消費量は最大30%、温室効果ガスの排出量は最大65%減少させることに成功している。こういった毛皮用動物養殖の問題が明らかになるにつれ、ファストファッションブランドから、 ラグジュアリーブランドまで毛皮の廃止を宣言するファッションブランドが増加している。毛皮に反対する国際連盟ファーフリーアライアンスが各国で展開しているファーフリープログラムには現在859のファッションブランドが参加しており、これらのブランドは毛皮を販売しないことを宣言している。ファーフリープログラムに参加しているブランドはグッチ、ヒューゴボス、 アルマーニなどのラグジュアリーブランドから、ザラや、H、H&M のようなファストファッションブランドまで幅広い。日本の主な毛皮廃止ブランドではアシックス、グンゼ、コムデギャルソン、島村、ダイソー、ハニーズ、ミッキーハウス、無印良品、モンベル、ユニクロといった有名、ファッションブランドから、ペット用品のアースペットのようなファッション以外の、企業においても毛皮廃止の動きが広がっている。 なめしに使われる化学薬品には環境や人体に有害な六角ロムやホルムアルデヒドを含んでおり、毛皮なめしが盛んな中国では河川、生活水、農業用水などが汚染され、がんの村と呼ばれる村が多数存在する。毛皮の生産が盛んな河北省などはその筆頭である。六角ロムもホルムアルデヒドも国際がん研究機関の分類では、 グループ1に指定されており、2001年の調査では、関東省の村でのガンビ管率は、全国の平均値の9倍であった。ガンの村は2013年に、中国政府も重点課題と認めるところとなり取り組みは、されているようだが解決には長い年月がかかるものと思われる。毛皮から基準値を超える六角ロムやホルムアルデヒドが、検出されることは珍しいことではないため、 毛皮製品を使用することによる健康面も心配される。海外の調査ではベビーキッズアイテムの毛皮から人体に影響のある危険な化学物質が高濃度で検出され2016年にはイタリアの保健省から毛皮がついているいくつかの子供用医療品の回収命令が市場に出された。日本でも2009年の東京都の調査で マフラーや髪留めの毛皮からホルムアルデヒドが検出されている。日本の家庭用品品質表示法には毛皮は含まれておらず、消費者がエコファーと勘違いしてしまったり、何の動物の毛皮なのかもわからなかったりしたまま購入しているという問題が続いている。中国では猫などの毛皮も一般的であり、それが輸入されれば、 日本では違和感を感じるような動物の毛皮まで知らず知らずみに付けることになりかねず、エシカル消費や SDGs の高まりとも相まって、衆議院の消費者特別委員会でも品質表示の問題がたびたび取り上げられている。毛皮は哺乳類の標本としても使われる。それを元の姿に近く復元した白製も標本として用いられる。したがって、 かつては未知の地域で新種の野生動物が発見され、標本はその地域の出店の商品として入手された毛皮だったという例がある。毛皮を得る上で、その動物の他の部分が利用されることもある。例えば、うさぎは古くより防寒具用の毛皮として用いられ、こと第二次世界大戦以降には、航空機の発達にも、より航空を飛ぶパイロット用の防寒着が必要とされ、 日本では大規模なウサギの養殖と毛皮加工が行われた。これらの肉はもともとは不要部分ではあったのだが、これをプレスハムなどの形で加工して食品として利用することがしばしば行われた。現在は神奈川県横浜市元町に店を構えている。羽毛は薄い皮膚表面から軸構造が生えており、さらにその軸構造の表面に細かい肝を生やしで 断熱層を作るため、これを剥がして、断熱性を持たせたまま加工することは困難である。ありがとうございます。